私たちが臨海学校で滞在していた冒険の海岸に、某国の原子力潜水艦が唐突に座礁した。海水アレルギー体質なので、私は海に入ることができない。それでも、皆と一緒に夏休みを過ごしたくて、この臨海学校に参加した。だから、私は海岸沿いにあるプールで泳いでいた。というか、プールサイドで日光浴をしていた。生意気にもサングラスなんかして、 デッキチェアで足組んで。片割れにジュースのグラスはなかったけど、一発のレディーのつもりだった。残念ながら、地味なスクール水着なんだけどね。それで、座礁した原子力潜水艦の話なんだけど、あれ、なかなか大胆なポーズだったよ。相当勢いよく突っ込んだんだろうね。グッド艦首が海面から突き出していた。私、 巨大で真っ黒なさなぎを連想しちゃった。あれの背中というのか何というのか、ピリピリ割れて巨大な黒いアゲハチョウが出てくる。ゆっくりと優雅に黒く美しい羽を広げ、やがて潮風に乗って羽ばたき、大空を低く舞う。放射能たっぷりのリンプンが雪のように街に降ってくる。防国のアジテーション用の宣伝ビラなんかもいくらか混ざっているかもしれない。 その光景はきっと死ぬほどきれいに違いないそんなことを夢見ているうちに西日は傾き集合の時間になってしまったふん、何さいつか私だって蝶になってやるんだから。